9月27日木曜シングルトーナメント大会、始めていきましょう。それでは、ワンピー側、オオカミさん対アシハナさんベッドマンということで、やっていきましょう。オオカミソウル対、アシハナベッドマン、どうぞ。さあ、先生、ね、ちょっとトイレ出て、少し録画開始タイミングずれちゃいましたが、まあ、多分開始からは入ってると思います。よろしくお願いします。というわけで、9月27日の高田の馬場美香とギルフィーゲームバトル木曜シングル大会1回戦ですね。アシャナさんのベッドマンとオオカミさんのソルで、その後ノブさん、梅茶さん、ソルで、バイケン、カグシンさんとタカさん、ベッドマンとスレイヤー、ヨシキさんと FAB さん、テレサとオレ、ウッディさんとドリオさんと続きます。ヤナウサー、タロウくん、ヘヒョンはル、ウソルーサーじゃなくないな、スイドです。アシハナさんとの試合となりますが、ここはジャンプハイスラー、まず1本クモさんをね、右上に入れといて、さあ1回戦増えました。太郎さんの組むと久保さんが試合となります。シングルはね、増やせばいいから楽ですね。あー、クッションが漏れた位置がいなかったか、前ヘッピーからバースト読んで、さあ志野さん、いろいろ読みまくって画面がだいぶ気持ちよくなって、最後の1位といったところ、まずはデッドアングル、ボルカニックワイパー警戒しつつ下がりつつ、デッドアングルも読んでいくという完璧でございました。大丈夫、そこはね、ルーターズは変えなくて大丈夫。さあ、というわけで、アッシャナさんのレッドマンが勝利、続きまして、ノブさんのソルと梅茶さんのバイキン、今勝利漫才。なんか、ビカドの便所コオロギとか書いてったら、提供にミカドのヘラクレスオオカブトとか言ってる。意味がわからん。アリーナ。そうそう。ミカドのテレサメ。あー、いやきついっす。なんかそそられねえなーと思ったら、なんだろう、おかしいなーと思ったら、その3つのワードがダメだと思ったんですよ。レッサの、やばいですね、気持ち悪いですね。ツイッターアイコンにしてたらもうちょっともうきついですね。わかるけど、ノブソルマサドレッサマイク、ちょっとね、お姉さんとしてテレサ姫どうなのって方で、絵は OK ですね。響きがちょっときついですね。さあ、ジャンビーゴルバーで吹っ飛ばしていく、テレサが悪い、解明しろ。さあ、ダメージ。ジャンビス、エンテレス2敗から飛んだ、空中投げ、ここはうまいぞ。超前敗さんから足払い、畳み返し、おー、ライオットが刺さり、リボルバー画面端に向かって捕まえた。ファーストは SS、はい、ワルカー、あっ、そうですね、これはいい判断でございました。説明いたしますと、金バストは着地まで投げ決めできなので、着地に投げを投げるっていうのは基本的な対策なんですけども、梅茶さんはまだ投げを返してくるだろうということで、着地ギリギリまで待ってマイピーで投げ暴れ潰しのマイピーをぶつけたってことですね。いい判断でした。ギルオジナね、客船メンバーの読み合いでしたね。あー痛い、すんごいのが当たって痛い、ふざけろ、マイピー、はいはい、あ、これは安全度確認、ちょっとピオリも見えてくるのかな。ガンフレー、マイピー、前、はい、ウォルカニクーパー、一応入れ替えたい、一応入れ替えたいが成功。あー、しかしクラクラの炎に当たってしまう。うわ、カマリガン、ドミッチャク、これ美味しい。ガンフェからエンクリス、サシェがバックステップ、ナイスジャンプ、バイさん、お、あ、マウス呼んだっぽいが当たってしまう。燃えて下段を置きたい、キンキャンセルでしっかり対応、残り体力どっと、何を引っ掛けるか、S3 戦ガード、おお。
最後まで諦めない姿勢でございました。勝ったのはノブさんのソルです。さあ続きまして、カギシンさんのベッドマンとタカさんのスレイヤーです。あ、お疲れ様です。ソルさん、こちらにお願いします。お疲れ様です。さあ、久保さんはですね、この後ですね、カギシンさんとタカさんの試合終わったら太郎さんとクモトです。あやらあらちょっときつそうですが、大丈夫です、頑張ってください。カギシンさんのベッドマン、トガさんのスレイヤーの試合となりますが、最近スパイダーマンやってるんですけど、少しずつ慣れてきたかなと思いきや、ゲームは終えると、はぁ、頭痛いなってなるんで、やっぱどうしてもああいう 3D 系は弱いですね。スレイヤー対ベッドマンの試合なんですけどもね、まあ割と時速が長い技があってスレイヤー側もしんどそうなんですが、スレイヤー側もそこをね、うまいこと牽制見切ってでかいのぶつけていくって感じになるでしょうか。ね、俺にはスパイダーセンスないから敵がどこにいるか分かんないよね。さあ基本的にタッチピンやハイスラッシュ、この辺の長い技を置いて全身を止めてセットプレーに持っていきたい。そしてクロスオフィスがもう大抵着地宣言にこうやって合わせていくことが多いんですけど、それに対して浮遊でいちいち停止してからこの硬直に技を刺すといった感じになっております。マイハイスラも今回は三段技、ガードフェルも割と問題なし、シングルをしっかり振っていく。ナイス、今シャイン、リンタスク、さらにタカール、ブリッツ、わーこれはバックスキャンセルじゃん、バックスジャンプキャンセルブリッツですね。黒サイズ、ここで確定ワースト、黒サイズ、ここは紫になりますが対応しています。足前、リンタスクダメージ、チャンピオン、チャンディからのハイスラッシュ、この2ダメージ、それが長いぜ。8ハイスラ、これは着地に対して技を振りたいなというところのハイスラッシュが持ってそのままヒットといった感じでしょうか。まず第1本は、対戦ベッドマン休憩すれば2休憩せ、あーサイレンス、しかも時速広い、ジャンケン、ジャンケン、ジャンディ落としてジャンケン、ほい中段、このラウンドはきついか、リオティティ吹っ飛ばしてあと一発。さあとりあえず 2P を振ってといったところ出てしまえばかなり強い休憩するが助け、マジか、発生がしか届かないがエーデジャブが届く前に接近して投げを決めています。最初ラウンドかなり命がけ、あー今怖いバンカー、ここは振らせてジャンケン、ナイス、バスを使わせる、ジャンペス初年ガードが飛び出ます。中央は飛んでエンクレスで確かにここは繋げてきたかったが、確かに対してジャンケンが誘ってビーダスク、画面端ワープ、ジャンディは当たらなかった。しかし画面端で攻めは継続、もういけるか、前ジャンプ素晴らしい、クロスファイズ裏からちょっと怖かった、手を出したら吹っ飛ばせるそうでしたが、ジャンディノーマルヒットよく避けた、 2K 足払いから置き攻め、なんかよくわかんないけど面白かったですね。あれ吸血が届かなかったんですね。ジャンディキャンセルがついている、上勝ちでしょうか、暴れを買って体力回復、マッパチからの体力回復、さらに 2K 足払い今度はつなげて、これはガードは間に合う、キンエス立ち範囲、ここは引き寄せが投げ、この体力が削り切れるか、ゲージさえあればというのが当たってしまった、キンエス立ち系マッパハンチ、まあ、さあこれは難しい、スニッカーシュニエス出していました、ガッドの高スレイヤー、やはりね、能動的に体力回復できるというのはいいですね。さあ続きまして、フモさんのエルフェルトと太郎さんのクムヘヒョン A 番台です。私の命を脅かすのは何世紀ぶりだろうか。でその後ヨシキさんのレイブン、 FMB さんのボジャムキン、テレサのジャムと俺のジョニー、ウッディさんのアクセルとトゥーリーさんのイノと続きます。さあ行きましょう、太郎さんの、あ今日クムだ、
最近タロウ組むって全然違和感なくなってきたんで、もう組む平穏使いなんですね。さあ同じカラー青色対決、やっぱエルフィグとはレベレーターより初期のサインの方がいいですね。ジャンネスジャンリージャンネジャンリーかジャンネス一度地上でまとわりつかれると相当厳しいので、このように近づかせないように立ち回っていきますが、はやぶさで一気に接近、見てからバーストを待ちつつ、おっとここはちょっと溜めた、亀橋投げ込めてパインを投げます。キーネス足回りから突き上げ、コジックショットはやぶさ一瞬はしておきますからね。いやすごい、なんか波動拳真空波動みたいな感じのかっこいい作成返し、亀橋あそこ使って、はやぶさはここバクセ立ち入ったら超電が発生前にヒット追いかけて、どうする打っていく、しかしきつい走ってく、これはジャイソンジャンディからの削り下ろして超電眼と一緒に走る、ジャンディ追い返す、よくジャンディ当たりませんね。そしてしゃーガメハシガード固めているか、ましたジャンプディ今度は引っかかってしまった、ダイアンドチュワンバカス突き上げ、近距離です拾ってジャンプ D で落とすでしょう。そして再びパインを重ねて近距離です投げ込み画面 G、 はやぶさうまいですね、この一瞬の隙をついて通常技、今回ははやぶさですが返してきます。いやしかし今度はバリつぶし遠距離です、当たらない浮きが高い遠距離です、足合いしたらしかし地上でしっかりと捉えた、コンヒル前ジャンプ避けた、はやぶさ足払いから置き攻め開始、やーっとボールが生きていた、ジャンディから 2P2P エンケレス、はやぶさ超電眼マシナシャイ2杯すらボールがちょっと邪魔する、何だどこに当たった、すごいはやぶさ空投げだこれは、もうエンケレス空襲としてるからスピードキャンセルの投げができるんですよ、ロマンキャンセルするとニュートラルに戻るから投げれるんですけど、そうだ頭がね、よくわかんなかったですね。射的でした。勝ちましたのはふまさんのエルフェルトです。続きまして、ヨシキさんのレイブンと FMB さんのモジャムキンの試合です、A 番台。この次の試合からルーザーズができるのかな。さあ、あ、いいっすねいいっすね、じゃあテストに入ってあげてください。さあ行きましょう、残すところ1回戦は3つ、ヨシキさんのレイブンと FAB さんのポチャムキン、テレーサーのジャムと俺のジョニー、ユティさんのアクセルとフーディオさんのイノです。さあ今日はね朝練があったため朝から配信をしていたんですが、ニコニコの視聴者数カウントのバグは治ってないんで、現在 42,946 ということで、ね、5秒ごとぐらいにボンボンもう増えてます。今 42,958 どんどん増えます、楽しいです。あ、なんと FAB さんがボタンが効かないということです。フリオさんが本当かみたいな顔して見てたのは嘘です。嘘っす嘘っすいつも通りポチマスしてたけどボタン効かない、おかしいとテレサが、 S が効かない、あれヤブ大丈夫、なんかできる任したけど、すごいな、うわ何これ矢部ちょっとスライドヘッド打ってみて、スライドヘッド打ってみて、
コマンドわかる？ネガティブペナルティ。マジで？ネガティブペナルティ。おお、感動しました。昔これ耐えられてた気がするんだけど、あ、よかったよかったっつって。じゃあもう一回テスト。すいません、お騒がせいたしました。行きましょう。抜けてた。ちょっと抜けかけた。あ、オッケーオッケー。さあ行きましょう。Who dares to enter the main event? Jump, jump.11じゃないです。決定戦。そうですね、なかったことにするだけなんで。さあ見ていきましょう。 FAB ボシャマキン VS ヨシキレイブン。あーちょっと最短で飛びすぎたか。あ、当たった。うまいけー。うおー、ここは天使の2範囲すらでデコフィンをよくつく殴る画面の G。 それへ前範囲これバース。いけー、カウンターヒットまずい。助けるからボジョムキンマスター。これはなんかもう外岸まで守ればいっちゃいそう。ゆっくり落として前ハイハンマー。あの体力前ハイ一発で残りましたね。あの根性非常に高い。殴られれば殴られるほど硬くなりますレイブン。さあ 2P が長いんですね。これがかなりこのバッケとか取るときめんどくさい。さあ画面水ストックたっぷりかく画面水。これはそう使っていく。これは投げということでブリッジを取れる。ポチョムキンも仲間ですからね。さあポチョムキンバスターアーチョーヒールキャンセル 8P 止めに引っ掛けたか。ジャンゲス先端無知のようにしならせガムに立ち背負う形になるが投げ返した。ジャンゲスエンゲス 2S 確認から出てこれは打たない。しかし覚醒させて S 範囲 ICBM にこれバースを体力を通しゃしきに P がバックステップを捉える形となりました。勝ったのは FAB バジョムキン。というわけで、ヨシキさんはですね、このまま B 番内行ってもらって、オオカミさんのソルとルーザーズの1回戦お願いします。テレサと俺なんで、テレサは好きな方で座ってお待ちください。守るという意味を知らぬ。時としてその気骨こそが。さあ、A 番内の方で、テレサジャム対ジョニオジョニー、B 番内で、オオカミさんのソル対ヨシキさんのレイブンという風になります。さあこれからね負けリーグどんどんやっていきますので、対戦せずできたらお願いしますということで、まだ大会終わりじゃねえぞ。さあくしくも入試対決となりました。テレサちゃん対テレサ姫対ジョニー・ジョニーということで。さすがにね、ちょっと煽りに入っちゃうのね、これはやめておきましょう。さあ、コインを2枚当てて、レベル3ネットファイナル決めて、あとこれは2杯が当たらなかった。さあ、高橋、はい、1回逃げて、さあ、空中ダッシュ。さあ、ジャンハイ当たって、ダーストが当たれ、バーストをしてしまって、さあ、これはキャッポシ千里当ててマックスまで貯める。さあジャンケで追い返して、さあ龍神ぶっぱーローマキャン使って隙を当ててレベル3まで上げて、あとダウン取れないがジャンプハイカウンターから、さあ激凛でとりあえずダメージ取る。さあ助け入ってロックアイからローマキャン使って2杯アートミストファイナーにバスを使う。ジャンハイが当たらず、これは決め切るテレサジャム。
さあ開幕エンスにジャンプ、ジャンプ S で逃げる。さあパスで引っかかって画面端からとりあえず逃げるジョニー。さあ、あと一気に画面端千里カウンターからこれは一回閉めて、さあ画面端きつそうだ、バースト。さあ空中ダッシュ、エンスから空中ダッシュ。さあこれはキキャン使って、でなさあ空中ダッシュ、いやー厳しい。さあキキャン使って、まだこまだガードしきる。さあガードが一回崩れたが安かった。さあ投げてるのはジョニー。さあとりあえずレベル2、熱いエンスカウンターヒットから6回つないで、これ大きい。さあ一気に盛り返しているのはジョニー側。さあ今度はお前が画面端だ。さあジャンハイ、そして金エースがカウンターヒットから、さあコインを使って置き攻めは、さあジャンハイカウンターから6ハイ決めて1本取り返してくるのはジョニー。ジョニー、さあすごいすごい熱い試合ですね本当に。あれの攻めを吸い切るとすごい。さあ置き攻め2杯から、あー中段ガードしている。さあそこで読まれてしまって、これは100歩線に当てて、さあ両者カウンターヒット、とりあえず上に逃げる。さあキンエスが通常ヒットして、ジャンハイすげえ当たり方した。さあ今夜当たる、これ美味しい。さあミスファイナー、あとこれはバス読みのバックステージジャンエス。さあ 2P で割っていく、ロマキャン使ってまだ倒しきらないが、あっとこれはあっとブリッツチャージでガードさせていく。ジャンハイカウンターから拾って勝ったのはテレサ・ジョアムということになります。バースト、はい、続いて最後1回戦ウッディアクセル VS トリオネいきましょう。 A 番内です。で、俺と梅茶さんが B 番内で試合をやりますので、梅茶さん B 番内の 1P2P 好きな方でお待ちください。はい、じゃあやめ頼むわ。さあ続いて、ウッディさんのアクセル対トゥリオさんのイノとなります。さあこのカードはどうなんですかね。タッチ B がとても辛そうなイメージがあるんですか、イノ側は。まあ、そこをどうくぐり抜けて攻めに行くかっていうのが見ものだと思います。開幕はおっとジャンプ 2F になるな。逃げカウンターからコンプを飛ばしてタッチピー。さあこれが結構めんどくさそうですね本当に。さあタッチピー、タッチピーダウン取って6回。さあこれは縦ケミから、さあバスト使う。さあタッチピー、おおすげえ当たり方でした。さあ一回離れる、離れると結構日野が近づきづらいんですが、音符を縦にする直下して投げ。さあケミカル当たって、ケミカルも当たるし、おっとこれは2,3段目が当たったの、3段目が当たったのかな。さあライエーから、ライエーだっけ。さあ一本取っていくのはウッディさんのアクセル。さあタッチピー、両者カウンターからダウン取って、イエー、あ、使ってる。あの男キャラだったら大体当たりますね、あの人多分。あ、音符を立てして、あーとタッチピー、いいとこにタッチピーが置いてある。さあタッチピー、さあブリッツが出てしまって、ハイサー表現、ハイダカからハイダカ。さあどうする、近づくのはアクセル、 2K で潜ってタッチピーを置いている。タッチピーロマキャン使ってジャンハイ、遅らせてジャンハイでカウンターヒット。 2P タッチ P 連戦、
タスピーカウンター、両者カウンターから離れてしまうので辛い。さあ機関使ってジャンハイを使ったところにイノが投げる。さあ画面外す用のアクセル、さあ逃げ取ってコンボ決めて、さあどうする。さあこれは投げ読みですかね。あとこれは2杯カウンターからしっかり決める、巻き返した。トゥーリーさんのイノ熱い。さあジャンスから 6P ジャンプ 6P ですね。さあこれ下に回してしまった。おっとカウンターから下段が通って、さあバースを使って、さあこれはダウン落ちなので空中投げを選んでいく、いい判断。さあ置き攻めでどうなる。6敗。さあ音符が邪魔で止めない。置き攻めは2系通って、勝ったのはトゥーリューさんのイノ。ヤブはそのまま A 番台で試合かな。アッシャラさんのメットマンとヤブ A 番台でお願いします。で梅茶さん、屋敷さんも B 番内でやってしまいましょう。で、カギシンさんと今負けてしまったウッディさんは B 番内で試合をこの後行っていただきます。はい、じゃあ行きましょう。 A 番対アンサー対ベッドマンですね。さあマイケーからジャンケージャン、あーっとここはバースト2杯スラー持ち上げて、ここでジャンプです返していきます。ちょっとアンサーとしてはここでセットプレーに持ち込めなかったのはかなり痛いか。ベッドマンが強いつなぎに飛び回りますが、ここでめくり非常に背が大きい。落として1つ目はフリッツ取って、ここは返しません。ダメなし。上から来る、ここでヒールキャンセルできるんで、結構ベッドマン置き攻め行った時に面倒くさそうですね。おっしゃ、確かめる、取って落として、ここはジャン S、ジャン PP とここをうまくガトリングで刻んで、ジャンハイからさらに攻める。 2P が前ハイしたら暴れ潰しといったところですが刺さっている。ジャン K、ジャン B からここはつなげていった、うまい。アンサーで1本。さあふわふわ飛んで、当て身もやっぱちょっと警戒しないといけないですね。ベッドマンの自分のそばにこのレンギの書が設置してある場合は、真上からこの打ち攻め取った時に降ってきますので、そこで乗られてしまうんですね。それがちょっと面倒くさそうでしょう。しかしダメージ、ああ落ちてしまったかな。スピードに出してジャンピー TV テート決めていきます。最終ラウンド、さあ飛んで触りたい。ジャンプです。ここでジャンプ、さらにジャンプ、いやここも受け身を取れなかったのがきついか。デッサングル、さあバースト、ちょっと読んだがここは遅れてバーストを打ったが、金バースト、ラッキーですね。ジャンケー、ジャンネス、スカッシュの下段で B タスク、ジャンケー、ジャンス、キンネス、ジャンス、2ケーからの、あとはジャンケーでいっちゃいましたね。これは打ち攻め対策、しっかりと、ちょっと浮きますからね、通常攻撃重ねる下段攻撃を振ることによって、打ち攻めを透かして、着信攻撃を当てると。そういった読み合いになっております。さあ、続きまして、アシャさんが勝ったんで、ドムさんとタカさん A 番台で、この後フモさん、FAB さん、テレーサーとヨリオさんと続きます。で、ヤブは今、梅茶さんとヨシキさんがやってて、カギシンさんとウッディさんの試合の後にヤブとタロウさんが試合を行います。なんかさ、モニター曲がってね。
そう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 。さあ、ウィマンナインは梅茶さんが勝ち、おめでとうございます。続きまして、カジジンさんとウッディさん、え、ウィマンナイン行きましょう。今日はね、ヤクルト昨日の出来事がなかったかのような、勝ってますね。有給10本か、いいっすね。山田もいいですね。さあ、ノミさんピストルと高さんのプレイヤー来ちゃったよ、テンション上がったわ。ウィザー、うわー、わかるわかる、テルサの試合は当たんねえんだろうなーってバースト打っちゃったもん。ダメなんだな、当たんないけど打っちゃおうってのがもうダメなんでしょうね。イヤフロサイズの時速に乗っている、これはちょっと安い、ガメ安い、なんでも OK ねえ、クラッチラスしっかりしたい。まあ、一時的に相手の攻めから反撃をもらうとしても解放されるっていう、それがいいんですよ。あー、フニール、チャンディ、チャンディ、フニールからクレー空中投げ、ちょっとね、ピオリも見えてきましたんで、空中投げのピオリが高いっていうのもありまして、空中投げの選択っていうのはあるでしょう。足、足、踏みます、踏んでいく。あ、これは見てから反撃を試みましたが、打っていきました。サンディ落として、落ち攻め、バックスが出ている、なんとか中央に逃げることに成功。しかし距離もあるぞ、追いかけて追いかけて着地を投げ前へ強気に行きました。高さんがここは翻弄してきましたね。ノブさんはこの試合で終了です。続きまして、ふまさんのエルフルトとFBさんのときのゲーバンダイです。近所に1万ヘクタールくらいの空き地はないものか。さあ、楽しみなカードです。ふもさんのエルフルトと FAB さんのボショムキ、この組み合わせといえば、まあ、海外でロストフォールさんと FAB さん対戦したって話を FAB さん本人から聞いたんですけど、前歩きしたら灰皿寄ってきて歩けないじゃんって言って困惑したって話、面白かったですね。海外勢反応めちゃいいですからね、歩きに灰皿しを打たれたらどうしようもないじゃんってことですね。スライドヘッドは、ここは打撃部分がヒット、いいですね。シュッ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 とスラヘがヒット、位置を入れ替えたいと思わせて表いいてー、上海からすごい減った。おしゃのゲームバスター、さらに奥攻め、2K、2S、ハンブレハンブレ、プレッシャーかけて、ここはダッシュを持ち上げた、ゲージもあります、はいはい。まず1本、FAB ポシャマキン、第2ラウンド、開幕のスライドヘッドヒットからちょっと流れ変わっちゃいましたね。さあ、しばらく置いています。確かに遠距離で当たらない、ちょっと逃げづらい、どうする、クーチョ投げ。さて、2番内ですが、やぶアンサー対カロポチョムキンって書いちゃってるけど、クムです。あー、ダメ足、おーすげー、変な声出た。やっぱバースト読みって興奮するんですよね、ユリティ勢的にね。バースト読みとかバーストスカリーとかね。あーと、キレス、ニート、エクステンド、ゲランガスヒットして、つらへはめた、歩いてちょっと悩んだが、はい、写真打ち切って、うおーすごい、イエス発生前に投げてくれ、足払いから拾って画面端に投げて、延期です、ヤード固める、ゲージ割れ、爆発前へ前へ、延期です、爆発ともに前へ、あー最後でゴミーン、勝ったのは FAB さんのボジャムキンです。久保さんはこの試合で終了となります。はい、続きましてテルサジャム VS トゥーリオイノ、テルサー、テルサー呼んでみただけ。機嫌悪くない、怒んないでよ、すげえ大パンされたんだけど、もうきついわ。嘘嘘嘘ごめんごめん
じゃあイノはねちょっときついという話を言ってたんでちょっとガチで集中してました。申し訳ない申し訳ない。殴られても知らんぞ、すいませんでした。嘘です。俺も試合に負けてちょっと癒しを求めていたんで、ちょっと人から買おうかなと思って申し訳ありませんでした。やめにしときます。嘘嘘嘘、フライパンも嘘です。ペコピンはね思ってるよりなんか変なとこに判定あるかなってイメージなんですね。さあチームメイト対決となります。クーリオイノ VS テレサジャム。踏んで踏んで、ジャハイ、うわうまー、4反応した。まあ、ミニチ読みもいくらかあるとは思うんですが、いい判断です。さあ、バックス。ジャンエスからの2ピー、細かく刻んで着地、ピンエス縦1、8ピー拾って表現、はい、表現、ダウン1、詳しい。じゃあ、太郎さん、鍵主さんとそのまま連戦 B 番台で、これに関しますと A 番台で敗者復活決定戦やります。当たってしまった、タッチミークワッパ速けがい、しかししゃがみくらいジャンプ P の傷があったらない。下段ガード、タチケ、ケミカル、縦からのキンゲス、S、ハイからの画面端、キンバスを攻めのキンバーストとなりました。暴れたくなるところ、しかも投げ前以外となりましたからね。ここは小技暴れだろうというのに縦が飛んできました。さあ落ち込んでしまった、すまんすまん。ちょっとねテレフォン喉やってるんでね。けどちゃんと声聞こえるね。さあ、続きましてアシャラさんのベッドマンとタカさんのスレイヤー A 番台ベッドマン連戦となりますかね。タカさんはね、連戦じゃねえな、2試合目ですね。ちなみに今の試合がメモリアル勝利ですね。1万勝だったそうです。いやちょっとなんか体調悪そうにしてたからちょっと呼んでみただけなんですけど、喉ねやってるらしいんでね、まあちょっと申し訳ありませんでした。さあ B 番台キョメ対ベッドマン、A 番台はスレイヤーとベッドマン。Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 最初なんかいろいろ読んだ結果キンバースを選択したが当たらず激怒。さあそのまま攻め立てます。集団カウンター、ジャケジャンピー K E ジャンケ P K K D 落として画面走り、こちらジャンケジャンケジャンピーから噛みついて前ハイ暴れ潰して、ぴったり前捨ての後半にレイトがヒット。そのままカウンター効果でダウン、カウンターヒットが持ってかれてしまいました。続いてね、今回はね空振りしても当たるまでガードするか当たるまで続きます。ボタン、さあ B 番台が終わったのはクムス太郎さんの勝ちということで、そうしましたらこれはあれかな、 A 番台でやっていけばいいのかな。少々お待ちください。さあ試合の方は A 番台の試合の方はバースを使っているのはベッドマンの方。さあ B 捨て KD 捨てで一気に近づく、エースカウンターからダメージを取って殺しきる。取り返したのはごめんなさい、あれ足原さんのベッドマンです。開幕大きいダメージ取って 2K 刺さるロマキャン使って K パイルからコンボ決めて、大きいダメージは
さあこれは噛みついて中段中段、さあ上海ヒットからバーソス使う中段下段で下段ガード、さあエースカウンターから、さあこれはおっとー、なるほど、取るに足らない戦闘能力だが報復と成功しないのは困る僕の。さあ勝ちましたのはタガさんのスレイヤーです。はい、ではですね B 番台は止めます。まず右側最後ウィナーズ2人目 FME さんのポチョムキンとトゥーリオさんのイノ試合を行っていただきます。勝ちますとタカさんと準決勝となります。で、B 番台で行っておりましたルーザーズ勝ち上がっているのは太郎さんと梅茶さんとなりますので、 A 番台でこの後ね試合を行っていただきます。ルーザーズ敗者復活決定戦。さあ行きましょう、 FAB ポチョンキン VS トゥーリオイノ。さあ行きましょう、パチョムキンバーサスイノ。暴れ潰しがそのまま足場でいけるけれ、ジャンディから立って広くの空気からのケミケミ画面端ジャンです。さあこのケミカルテイクケミカルとしてあります。2球で止める、これポチョバスギリギリ届くか届かなそうですね。ガードにしています。一応なんかね殴れちゃったりするんですけれども、あなんかこれファジーが漏れたっぽいケミカルっぽい。さあデコピン発生前投げて、いやうますぎたろ今の音符直前ガードバックステップ2段目発生前にバックしていきました。さあジャンピーは使っているカイサラ競技逃げた形。さあここはガードを固めていたところに着地からのホバーチュナー。さあ潜っていく、通常の牽制を振ると、ね、ケミカルが刺さっちゃうんで、まあ、それに対してデコピン振ってたりするので、これで硬直がゼロになっているということで、あれは着地したのってぐらいの発生でしたね、たぶんケミカル。段数も増えるということで、いやー、怖い、足場から、読んでいったが。ショーブリッツ、ここは解放にヒットさせていく、あーここでカウンターヒットマイケー、ガード固める、当たっちゃった、ロマンゲーサルマイケー、マイケー、マイケー、トリシューラン、すごい減って置き攻めブリッツ、衝撃波は飛び道具判定となっているのタッチブリッツできます。ここは表現まで決めて勝ってきました、トゥーリオさんが勝利です。バックステしなくてもそのままリターンにつながりましたね、素晴らしい。ではですねルーザーズの敗者復活決定戦いきましょう。太郎さんの組むとウエチャーさんのバイケン A 番台です。まあ、こうして見るとやっぱりブリッツシールドってめちゃめちゃ強いシステムですね。どっちも取れるんですか、え、どっちも来るんですか、もしデコピ頭突きが当たっちゃっても。あーなるほど、あれっすよ、あーそっか、しゃがみブリッツができるってことか、なるほどなるほど、ガーフは逆に、あなるほど、そっか、なんか飛び道具だからっていうのもあって、しゃがみガードも、そっか、しゃがみブリッツもなんだかんだやっぱ強いんですね。でそういうことをし始めるとマイハイ重ねられて死ぬとかありそうですやめろーっつってスライドしかマイハイで試合終了とかありそうですね、怖いですね。下段なら確かにどっちも取れる、確かに確かに。さあこちらは
太郎さんの剣舞とメイシャさんのマイケンです。太郎さんがこの何ですかね、 PR 初中級の大会に出てたメンバーに対しての人相性がめちゃめちゃいい気がするんで、メイシャさんがだいぶ苦しい展開になるんじゃないかなと思っておりますが、どうだ画面し、はいはい、足場リスク以上ファーメイで、これは真剣青ジャンエスジャンハイからの正面ガンからの立ち、はい、ここはアザミがあるとはいえ、この氷竹非常に見づらい中限になります。 YP インクレス落ちてしまった、上からかぶせます、空振りジャンプで刺して、ここはアザミ取っていく。派生に無敵があるわけじゃないんでね、なかなかあの取った状態で派生するのは怖い。太郎さんの性格がよく出ますからねっていうこと、やばいですね太郎さんの。まあそうですね、太郎さん今数字持ってますからねさあ取ってく、とりあえず円さんがブログ書いてサムネに決めればもうリツイートが伸びるっていう面白いです、すごくいい話だったので、太郎さんがこっち見つめてるんで怖くなりましたさあここは持ち上げていく、梅茶さんもここはなんとか取り返したい、この体力さあプラデンさんとかを取ってく、ああ無敵まだ残ってた、しかしこの前持ち切った、素晴らしい。最終ラウンド超電眼を戻したい、ここはうまく回避、ごかけだ真剣インキュベスになっちゃった、オロケイダメで 2K からちょっとバーストバッタが一旦引いて超電眼インキュベス、よくここ割り込んだ、チャンス着手下段2杯すら飛んでワイハイやっぱめちゃめちゃ速いな、7か、エース真剣よく出した、ジャンゲスジャンハイ、あお疲れ様です。 2K から2ハイ足払い止めてガンダッシュ、ちょっと当て身持ちづらそうです、いやーすごい読み、 TS 真剣すごい読みっていうか、まあ、まあ見てからなんでしょうけども、いい判断でした、早さ潜れない、なんか当たると死んでしまう体力です。しかしゲージ入ったこれ美味しい、ここは攻めてゲージ差をつけていきたいところ、しかし 25% タン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 取ってツーパーキー当たらないじゃん、はいマイロンソードが立ち範囲からの暴れ潰し、ここは前ハイズラ、勝ったのはめちゃワイケン。さあというわけで勝ちトーナメントの勝者を決めていきましょう。タカさんのスレイヤーとトゥーリオさんのイの A 万代です。たまになんかねフレームごっちゃになるから、なんか行った後はしっかり確認しないとね、前前前合ってた、7フレ合ってましたよ、セーフ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 、よかったよかった、間違ってたらどうしようかと思った。さんの井戸とタカさんのスレイヤーの試合となります。九州対決キンバソ、怖い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 、当たらないが痛い、あまり潰して裏から殴って足払い、よき攻め噛みついてカッパンチ、ここよく転倒した、クロスワイズカウンターヒット、素晴らしい SID ジャニゲーから落として画面が出て、今度は踏んでからの下段遠距離で立ち系マップハンチ、マイルバンカーピヨって、これは頑張っても無理、立ち回りはスレイヤーが窮屈なんですが、もうやはり捉えたらもう一気に決めますね。
さあ暴れたくなるだろうということでバックステキャンセル、ジャンプキャンセル、リーストとかで暴れを買ってます。あ、これはまずい。シュータイク、ジャンプハイサラを出したまま着地取られてしまう。キングス、エンギス、キングス、足払い、次の下フィラムなって、キングス直線ガード、フリックスも裏から殴れ、読み読みで DOT、 勝ったのはタカスレイヤー、一瞬でした。デッドオンタイム。さあというわけで決勝戦は梅茶さんのバイケンとタカさんのスレイヤー、西谷選手となります。頑張っていきましょう。そのような小芝居を打たずとも私は本当の君に興味を持っている。ゲームオーバー。 Who dares to enter the mayhem? Slay by death.え？どうした？テレさんの泣き叫ぶ声が聞こえてきて近づけなかったカツキさんにいじめられて泣いてしまってびっくりしました。さあそれでは行きましょう。9月27日高田のママミカとギルティーアギドラドリブス目標シングル大会決勝戦、初トーナメントを勝ち上がってまいりました高さんのスレイヤー 2P 側 1P 側ルーザーズから勝ち上がってまいりましたミチャさんのバイケンです。あーバーストここは待っておりました。ジャンディーからのカバリファイルバンカーで6本次復興していけパンカバリカバリじゃないアザミ取ってジャイスジャンディー投げを決めていく。どうしてもアザミを警戒しながら立ち回りになりがちですか。マジか怖い。ファイルワンカー拾えたんだ。素晴らしいいい判断だ。チャンディー置き攻めクロスアイズしかし届かない。もう一回次だ。ダッシュ引っ掛ける前ストラゲー やはりアザミを盾に飛んで逃げるぞというところを画面端でうまく取られていきました。噛みついた金エス。ここは投げ漏れの暴れ潰しになりましたね。金エスがねジャンエス赤針が面倒くさい。ジャンエスジャンジーからフルチューブリッツジャンプキャンセルフリッツやろうとしたら出ちゃったって感じでしょうかね。さあ今度はかなりバースト D4D を警戒しつつここはガードエンケレス。バイラガードトップの先中央さあ投げ間以外に出るロングステップ掴みついてキングス、エンゲスおいマジ当たらない。ロックコン先吹っ飛ばし前に出るか上から行くか。これを空襲したい。投げていくはいすらジャンエスジャンビージャンビー SD 拾い直しをせずにたまに返しからこれは6番席おいしい。フリッツァー打っていく 2K 終わって急にケースは飛んで回避ジャン系がヒットしていたかこの調子に前 K から金エス踏んで空中ダッシュを空中上げさあ畳み返しがかなりめんどくさい。どうする。ああここは飛びなかった。畳み返しの持続が D あの D 線の持続に刺さっております。俺の獲物が全部いかれちまう。オーバー
負け組でご飯見るのは1試合目だよって言われたから押田さん、決勝戦は1試合しか見るなとスパルタっすね押田さん、テレサ、トゥーリオさんというメンバーで決勝戦は1試合までっていういつものメンバーですね、どんな話してんすかねどんな話してるんですかね、テレサ熱いからな、ギリティの話になるとさあ、優勝へリーチをかけているのは梅沢さんのバイテン、このまま優勝したいところだが よいしょ、つらんでサンズこの2回からクロスワイズ本作、今までかなりステイヤーを苦手としていた梅茶さんですが今回のバイケンはうまいこと返しているように見えます最後まで気を抜かずに体力削りたいところなんだって取っていく噛んだ体力回復回復めっちゃ回復妙断戦はちょっとダメでしたクロスワイズが1度目しかって2度目は飛んでいる感じになってますねさあ次どっちが飛びをかっていくすげえ切磋琢磨ジャンディジャンディケジャンピー D から次はどっち決めきはする投げ返し怖い踏んだ近距離戦距離素晴らしい逆転勝利相手の守りの癖をだいぶ読んでますねタカさんね投げの反応いいんですけど逆に序盤見せといて後半は飛ばして落とすみたいな感じになってますんで2K 噛みついてはいはい今度は飛ばない後半になればなるほど、ね、吸血の回復量はでっかくなと感じますねこれ当たり前の話なんですねけどメーターがほら前半はすげえスカスカだから後半はあの量盛りって感じするな精神的にくるジャニー SD からのスラネサンズここはショラン耐えたんか投げガード以外のほとんどに勝てるクロスは有効だぞってのは確かにそうなんですけどガードっていうほぼほぼみんなが使うであろう選択肢負けるっていうのがちょっと怖いですねクロスワイズそう考えるとなるほどってなりそうなんですけどちょっと怖いですねそうです2K 足払いマンパンチだそう頭スレイヤーやんってなお前らしいはいからこれは投げを見せたいどうする何を狙うかゲージも増えてくる空中投げか抜けたジャンディで軌道を変えましたが着地を捉える形になってしまいました高さが取り返します最終戦君の生き様を見れば人は投げオーバーWho dares to enter the main fight dance slayer arena? Fight dance versus slayer. 怖い。もうコメント欄が怖いわ。なるほど。さあ行きましょう。ウィッチャーバイケンバーサー高瀬明が27日の木曜シングル大会決勝戦優勝決定戦です。見てバイバンカーアスプラインセンターだけどそこまでそういう選択肢を取れるっていうのも強いんですねやはりクロスワイズここはうまく行動調整した裏飛んだが逃げられないキックで刺さっていますエンジェルジャンでフットルースは当たらないキルキャンセル投げを漏れたがしっかりと畳み返しに発生 A ビーステから戻り際投げておりますさあ一気に追い込まれてしまいました梅茶さんここはなんとか取り返したいところ上海刺してトップの次ハイスラッシュがそれが偉い3つを取っていくさあ飛んでこいヒールキャンセルで着地交渉を消したいがクロスワイズここでガードに負けてしまうバイキング自分で言ってて頭おかしくなりそうだいガードに負けてしまうそれはそうだ
いやいや、行ってしまっちゃう。どうですか、ロイさんもついにこっち来てしまいましたけど、なんかもうダメ、影響されば、あー共同戦ガードジャンディーからの前に行きたいか、どうするか。ミンハイスラー、ここは持続たっぷり刺さっております。ジャンプディーまで最終ラウンドもつれ込みます。さあ、これこれこれ、うまい、捉えた。あー、しかしこれはなんかちょっとバス4だか、難しかったな。噛みついた、ケース、エース、マッパンジャーが簡単ヒットする、おいしい。そのまま吸血、ここはスズラン読みでしょうか。じゃあ、ケー、ジャンディーから、ジャンディーゲーム、スズラン読みでしょうか。もうすごいな、もう噛みついた、ファイルマンかプリッツ、気持ちよく最後まで。ラストファイル、立ち合いがジャイファイルバンカーからのファイル、かっこよく決めました。勝ったのはタカさんのスレイヤー、もうフルコースでしたね最後は。というわけで本日の優勝は、ウィナースから勝ち上がりましたタカさんのスレイヤーとなります。おめでとうございます。ガード強くねと、確かにつじゃあそうしようね。はい、まあいろいろとありましたが、本日の9月27日木曜シングル大会は終了となりました。これで残すところは今週土曜日 10月になりますね。もうね、来月、来週はなんだかんだで早い。今回っていうか今年から来年の春ぐらいにかけてまだまだギルティーイヤーイベント続きとなりますのでね、ぜひぜひ皆様いろんなイベント参加していきましょう。ミカテンは今年は多分やれませんので、まあ、それ以外のイベントをちょこちょこ考えておりますので、決まり次第告知いたします。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。